エドモンド・マローンはアイルランドのシェイクスピア学者であり、ウィリアム・シェイクスピア作品の編集者でもある。マローンはまた、当時の多くの学者が、シェイクスピアの本物の著作であると信じた、アイアランド万作事件を論爆した、中心人物でもあった。エドモンド・マローンは1741年10月4日、アイルランド王国の首都ダブリンで、父エドモンド・マローン、母キャサリン・コリアのもとに生まれる。 父はアイルランド議会の会員議員、アイルランドの民訴裁判所の裁判官でもあり、母は第一代キャザールを伯爵ロバート・ナイトの命であった。マローンにはヘンリエッタとキャサリンという二人の姉妹がおり、また兄にリチャード・マローンがいた。父、エドモンド・マローンは法律家や政治家として成功した人物であり、オックスフォード大学やロンドンのインナーテンプルで学んだ、後、 1730年にイングランドで弁護士資格を取った。しかしマローンが生まれる前年の1740年にイングランドでの業務は失敗に終わりアイルランドに帰国することになった。父エドモンド・マローンは妻と共に母国アイルランド中部のウェストミーズ・ケンシングルスの郊外にある家族の屋敷に今日定めた。 その地で弁護士としての仕事を始め、イングランドでの仕事以上の成功を収めることになる。トリニティカレッジダブリンにあるパーラメントスクエアのパノラマ写真、マローンの教育に関する次なる記録は10年後の1757年、彼がまだ16歳になっておらず、トリニティカレッジダブリンに入学した後である。トリニティカレッジでは、兄が2年前に学んでおり、また前年に、 父が名誉学位を受け取っていた。マローンは模範的な生徒で生まれつきの勤勉さでもって一貫して学級のトップにいた。マローンは学業において優秀な成績を収め、彼の著述に対してカレッジの紋章をスタンプした本を賞としてもらった。4年間の学年度における最初の試験で最上位の誉れを後にカレッジの研究員、ジェームズ・ドラウト。 ジョン・カーニーと分け合った。グレート・バース柱の基礎よりも上に建てられたすべての建造物は、後世の再建であるマローンの学習は1759年の夏、彼と父、エドモンド・マローンが母キャサリンに同行して、イングランドのハイゲートに行ったことによって中断された。キャサリンの健康状態は、ある時から悪化しており、当時は歩行も困難になりつつあった。母は、 ハイゲートでの短い滞在の後、その地の水が健康を与えてくれるものであると考えられていたサマセットのバースにあるローマンバスに移る。マローンと父は10月にアイルランドへ戻ったが、冬学期を再開させるにはあまりにも遅すぎため、新学期までシングルスに泊まり、自分で勉強することを選んだ。マローンは父を一人ぼっちにすることを望まなかったため、 ほとんどトリニティカレッジに戻るのをやめようとしたが、最終的には1760年1月に学業を再開させた。母キャサリンのバースでの滞在費用は家計に負担を与えたものの、マローンは6月2日の特別な試験の後にトリニティカレッジで奨学金を勝ち取って学業の小学生になり、この奨学金は滞在による金銭的な負担をいくらか軽減するものであった。 マローンのトリニティカレッジでの最後の試験は1761年、見返る際の期間に行われ、彼は1762年2月23日の卒業に引き続いて文学士の学位を授与された。たった3人のうちの1人として、彼は最高評価を達成している。マローンの父、叔父、祖父は皆法廷弁護士だったため、マローンにとって法律を学ぶという決断は自命の選択だった。 1761年に3ポンド6シリング8ペンスを支払ってロンドンでインナーテンプルへの入場許可をもらったものの1763年の年始めまで法律の勉強を始めなかったその中断期間はダブリンで読書をするために費やされその後すぐにトリニティカレッジ図書館のリーダーに志願しているマーティンはマローンが読書に費やした期間に 文学についても学んでいただろうとはいえ、おそらく法律に関する勉強をしただろうと推測した。インナーテンプル・マローンは1763年1月にインナーテンプルに入学したとされるものの、1763年5月10日に共同食堂でマローンがベンチテーブルに来るように誘われたということを除いて、彼の学習に関する記録はわずかしか残されていない。ピーター・マーティンは、 マローンが誘われたことはギルドにおける同業組合になることにも匹敵すると描写している。学業以外でマローンは政府と英語の乱用に関する風刺的な論説を出版し、また自分が所蔵している審判のジョナサン・スウィフトの往復書簡に修正を加えた。マローンはジェームズ・ボズウェルと同じ年にインナーテンプルに入学したが、二人が出会っていたことを示す証拠はない。 サミュエル・ジョンソンジョシュアレイノルズによって、キャンバスに描かれた油いさらに重要なことに、この後、マローンの親しい友人とマス・サウスウェルと彼の父、エドムンドは、インナーテンプル通りにある家が、マローンの住居と近かったサミュエル・ジョンソンに、マローンのことを紹介した。マーティンはこれについて、マローンの生涯で最も重要な出会いと書いている。マローンのジョンソンとの友情は1784年に、 ジョンソンが亡くなるまで続いていた。マローンはジョンソンとの会話について書き記すことを怠り、またジョンチェトウッドの主題に関するマローンの手紙も見つかっていないのにもかかわらず、1756年に開始されたジョンソンのシェイクスピア編さんがちょうどその時を終わろうとしていたことから、マーティンは間違いなくシェイクスピアが彼らの話題になっていたと推測した。ジョンソンは イングランドとアイルランドの政治家、ウィリアム・ジェラード・ハミルトンの個人秘書としての仕事をすぐに始めることから、彼らは法律についてとアイルランドについて共通の関心を見つけていたと推測される。ジョンソンはハミルトンのために穀物法の注釈を完成させた。この草案にハミルトンがアイルランド庶民院で行った二つのスピーチ、またその他の手術雑ったな著述を合わせ、 マローンは議会の理論という本を1809年に出版した。1766年の秋、マローンが南フランスへ旅に出た際、サウスウェル一家は彼の同伴者であった。彼はアビニョンとマルセイユを訪れた。この旅の間、マローンは自らの法律家としてのキャリアに疑いを持つようになる。彼はインナーテンプルを終えたもののいまだアイルランドの 弁護士業に関するさらなる勉強が必要とされており、彼のモチベーションは減少の一途をたどっていた。とりわけそのモチベーションの低下は、ロンドンとそこにあるコーヒーショップ、劇場、新聞、政治を離れることを意味するからであった。この点においてマローンと父との間に緊張が生じており、彼の父は裁判官の地位をワージントン級によって約束されていた。しかしながら、 両問題は、間もなく、マローンがマルセイユにいる間に、父が民訴裁判所での裁判官の地位を継いだため、解決された。サウスウェルの人々抜きで12月に、ロンドンに戻ってきた際、彼は、法律家の仕事を続ける、新たな決心を周知した。彼が1767年に、アイルランドの弁護士資格を得て、そして1769年まで、かもなく、 不可もない給与で、マンスターの巡回弁護士会で業務を行った。マローンはこの業務において大きな成功を収めることはできず、ロンドンを恋しく思った。1769年の上旬に彼は、スザンナ・スペンサーと激しい恋愛関係を持ったが、結局実りはなかった。未生の理由によって二人の関係が終了した際、そこには彼らの親族の身分に関係があったのだろう。 とマーティンは推測している。マローンは兄とスパで良い夏を過ごしていた間、マローンの姉妹は手紙によって、彼の沈んだ気持ちを経験させ、彼を応援することを試みる内容を書いた。9月の後しばらくしてからマローンは帰ってきたが、彼の憂鬱は消えなかった。彼は巡回弁護士会で働き、1772年3月以降のある時点でロンドンを訪れた。 この訪問は怒りっぽい父親の提案だったかもしれない。どのくらい彼がロンドンに滞在していたのか、そこで何をしていたかについては分かっていない。マローンはアイルランドに帰り巡回弁護士の仕事を再開させたが、私的な手紙にはこの職業が退屈であるとの不満が綴られていた。ヘンリー・グラタン退屈を和らげるため、マローンは個人的に文学の勉強をすることで気を紛らわせた。 1774年にトリニティカレッジの上級研究員であるトーマス・ウィルソン博士を訪れた際、彼はアレキサンダー・ポープの著作者遺言執行者であるヘンリー・シンジョンによって収集されたポープのいくつかの文書類を発見した。これらの文書類の中には未完の詩1740の手書き原稿も含まれていた。マローンは行間の書き込み、修正、 変更なども含めて、原稿の複製を書き起こしたが、彼はそれを出版することに失敗し、オリジナルの原稿はその時、以来行方不明である。1774年4月4日、アイルランド人作家オリバー・ゴールドスミスが亡くなった。生前の1760年代、マローンは、ゴールドスミスと、ダブリンやロンドンで会ったことがあり、彼の友人を記念するために、 ゴールドスミスのアマチュア作品、負けるが勝ちに参加した。その上演は9月27日に行われ、それは強い愛国の意を含んでいた。ノックトファーの庶民委員議員であったヘルキュレス・ラングリッシュ、今日の田舎の邸宅で上演され、アイルランドの政治家のヘンリー・グラタンとヘンリー・フラットも芝居に参加した。マーティンの記述によると、マローンは2つの役割を演じ、 彼の文学上の思考に関するいくつかの引意を含む82行にも渡る旅を超えた長さのエピローグを書いた。それはシェイクスピアを賛美し、アイルランドの政治に触れ、ステージの上で三事で締めくくった。ヘンリー・フラットこの時代、アイルランドの政治は、マローンの心の中で特別なものであったように、思われる。マローンの父は1774年3月22日に、予期せず、亡くなり、 四人の兄弟を残していった。四人の兄弟の収入はささやかだが十分なものだった。マローンは弁護士業務の単調な骨折り仕事から解放され、自らの関心を追い求めた。彼の野望は政治活動であり、1774年の夏、トリニティカレッジの議会の候補者に立候補した。マローンのおじ、アンソニー・マローンが先制政治を行ったジョージタウンゼントの政府に、 加わっていたことから意義が上がり、トリニティ・カレッジは堅くクに反対した。有権者に向けたスピーチで、マローンはおじを問うよりも、むしろ原理主義者として守り、彼は自分と彼の友人のために有利になるよりも、自分の有権者のために最善を尽くそうとした。バロンストン、ウェストミーズ県にあるマローンの家族の私有地マローンは、推挙を勝ち取ったものの、七百七十六年五月の、 選挙終了の数日前に、アンソニー・マローンは亡くなり、マローンには1年で1000ポンドが残され、バロンストンの私有地全体は、マローンの兄弟、リチャードの手に渡った。この遺産によってマローンは楽器を行う生活をする、自由を手にし、彼は準備されていたゴールドスミスの審判へ貢献することに賛成したいと思ったため、すぐに選挙での指名を諦めた。 マローンはゴールドスミスと面識があったり、正しい情報を知っていたり、ゴールドスミスに関する逸話を知っている人物と面談するために、ロンドンへと向かった。マローンは6ヶ月間ロンドンに滞在したものの、スザンナ・スペンサーからの手紙や今は失われた、マローンからの返信を除き、当該期間にマローンが何をしていたのかについては分かっていない。177 17年2月、 マローンは初めてリュウマチの発作に苦しみ、アイルランドに戻ってきた。そのわずかな後、ポエムズプレイズバイ、オリバー・ゴールド・スミスは出版された。マローンは8ページにわたるゴールド・スミスの原稿録の、他、詩や、儀曲の注釈を寄稿した。原稿録は、リチャード・グローバーによる、オーセンティック・アネクドーツに基づくもので、同書は1774年5月にザ・ユニバーサル。 マガジンで刊行され、トリニティでのウィルソン博士の直接の情報と同様に、エドマンドバークが同年、アニュアルレジスターに含めていた。マロンは1778年に初めて、シェイクスピアの儀曲年表の試案を構築した学者であった。また彼は、シェイクスピアの名前のスペリングを、シェイクスピアであると紹介し、これは、 数十年間にわたって学問上の基準となっていた1776年にロンドンでゴールドスミスの原稿録の調査を行っている間、マローンはジョージ・スティーブンズと出会っていた。それまでサミュエル・ジョンソンからジェイコブ・トンソン版シェイクスピア作品集の編集者の職責を相続していたスティーブンズは当時第2班の準備に忙しかった。スティーブンズは マローンの仕事を完成させる手助けをするために彼を招聘した。マローンが着手するのを助けるためにスティーブンズはジェラルド・ラングベインのアンアカウント・オブ・ザ・イングリッシュ・ドラマティック・ポエツをマローンに貸した。その貸した本にスティーブンズは自身が書き込んだメモに加えウィリアム・オレディズのメモを追加した。マローンが七十七年の前半にアイルランドに戻った際には マローン自らの手ですべての注釈を複写したもの用意した。マローンは3月30日にその複写を終わらせ、5月1日にアイルランドを離れた後再び同国で暮らすことはなかった。マローンはロンドンから4 2トル離れたサニングヒルの家に移り住み、仕事を始めた。移り住んでから数ヶ月間、彼は簡単なく一連の注釈と訂正をスティーブンズに、 送り続け、1778年1月には、全10巻のザ・プレイズ・オブ・ウィリアム・シェイクスピアが出版された。マローンの主な貢献は、第1巻のシェイクスピア作品が書かれた順序を突き止める試みに見られる。この試みは、好意的に受け入れられ、スティーブンズに提供した記録や訂正以上に注目を集めた。 マローンにとって初のシェイクスピア研究への貢献が出版されたことで、彼はサニングヒルを離れてロンドンへ今日定めた。最初は一時的にメリルボーンストリートに住み、その後メリルボーンで現在のホーリーストリートにあった東クイーン・アンドーリの55番地に家を借りた。アメリカ人がカギルバート・スチュアートによって描かれたレノルズの肖像を、キャンバスに油彩。 1784年1778年の後半、マローンは数ヶ月間アイルランドを訪れた。1779年2月にはアイルランドから戻ってきてすぐ、ジョシュア・レイノルズに自らの肖像を描いてもらい始めた。当時レイノルズは肖像画家として認められており、顔と肩を描いてもらうのに35ギニーの費用がかかった。マローンのおじ。 アンソニー・マローンは1774年に、レイノルズに肖像を描いてもらっており、マローン自身も良い交友関係を築いた。2月23日から7月10日までの間に10回も、肖像を描かせ、レイノルズの予定表によると、第4代モールバラ公爵、ジョージ・スペンサーやイギリスの歴史家で、会議員であったエドワード・ギボン、アネクドーツ・オブ・ザ・レイと、サミュエル・ジョンソンの著者で、 ジョンソンの親しい友人であったヘスター・スレール、そして4月28日と5月17日には、当時イングランドとアイルランドの国王だった、ジョージ三世と同じ日に描いてもらっていた。マローンは1792年に、レイノルズが亡くなるまで親しい友人であり続け、レイノルズが亡くなる際には、エドマンド・バーク、フィリップ・メトカルフェと共に、マローンを遺言執行者に任命した。 マローンの学問上の次なる計画は、ジョンソンスティーブンズ版、シェイクスピアのホイであった。同版へのマローンの貢献に満足し、スティーブンズは1664年に、フィリップ・チェトウィンドによって出版されていた、サード・ホリオの第二版に含まれていた、シェイクスピア外展を出版するために、彼を招いた。これが、マローンのプロジェクトであり、スティーブンズに嫌々ながらも容認され、 マローンは物語の詩やソネット集を含めるために作品を拡充した。しかし両者は互いに密接に仕事を行い、アイザック・リードやウィリアム・ブラックストン、トーマス・パーシーに壮行の懇願を行った。この時点まで彼らの協力関係は偽りなく生産的なものだった。スティーブンズはマローンに初めてシェイクスピアを編纂する機会を与え、反対にスティーブンズは 若い学者の仕事から大いに利益を得たものの、ホイの仕事を行っているうちに仲違いをしていった。スティーブンズはスザンナ・スペンサーの話を持ち出し、マローンのシェイクスピアに関する仕事は彼のスザンナとの不幸な関係から気を紛らわせる手段に過ぎないと示唆した。マローンの望みは学者として生活することであったためこのことに腹を立て、スティーブンズに対して反対に、 シェイクスピアの完全な審判を作り出すつもりであり、ジョンソンスティーブンズ版よりも科学的で整然とした版はいずれ実現するだろうと反論した。彼らはこれらの相違を解決したものの、スティーブンズはその時すでに自らのシェイクスピア編纂における第一人者の地位が脅かされていると感じ始めていた。マローンは精力的であり存在で連続的な流れの構成は、 年上の編集者をイライラさせた。緊張感のある関係にもかかわらず、1780年4月の下旬頃、A サプリメント通該エディションオブシェイクスピア、パブリッシュドイン1778倍、サミュエル・ジョンソンジョージ・スティーバンスは、全2巻で出版された。この作品は、一般の好意的な評価を受け、特に、ジェントルマンズ・マガジンと、マンスリーレビューから高い評価を受けた。 しかしスティーブンズが経営権を持っているセントジェームズクロニクルからの批判もあった。マーティンはその批判を本文や事実関係の些細な点に難癖をつけた匿名の軽薄な記述からなり、これはスティーブンズ本人もしくはスティーブンズの命令によって書かれたものであろうと書いている。マローンは亡くなった際、シェイクスピアの八つ折り犯の新たな番の仕事をしており、 それらの資料は有名なロズウェルの息子に残された。16世紀から17世紀前半の英国の戯曲研究を行うマローンソサイティはマローンに習って名付けられた。ありがとうございます。